萩野駅は、北海道白尾井郡白井町麻萩野にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道室蘭本線の駅である。JR 北海道の駅番号は、H24。1976年の萩野駅と、周囲約 1.5km1km 範囲。左下が、東室蘭方面。 左下に見える日本製紙白尾井工場へ当駅から専用線が本線脇を走る。当駅所轄専用線としては昭和50年代の一時期に写真街苫小牧寄りの針間火星工業へ敷かれていた記録がある。国土交通省国土画像情報をもとに作成当駅は信号所から貨物駅になり、その後一般駅となったという経緯を持っている。 開業当時の駅名、知床は、道内各地の知床と同様、アイヌ語の知床、すなわち、知とに由来した。しかし、1939年に、道地のあざなが、萩野となったため、駅名もおって1942年に改称された。萩野の名称は1881年に、明治天皇が行幸の折に、萩野花をめでた遺跡があったことから、 一帯がそう呼ばれたことに由来する。島式ホーム一面二線と、単式ホーム一面一線、合計二面三線のホームを有する地上駅。このほかホームのない線路が複数ある。苫小前駅管理の無見駅。2011年3月31日までは、業務委託駅であった。窓口営業時間13時50分から17時。木造平屋の駅舎が、 校内南側にあり、駅舎と二つのホームは、古戦橋で連絡している。JR 貨物の駅は、専用線8着のコンテナ貨物、専用線8着の車扱い貨物の取扱い駅となっているが、2008年3月15日のダイヤ改正で、貨物列車の設定が廃止された。貨物列車の設定があった2008年3月13日までは、北吉原駅裏手にある、 日本製紙白尾井工場へ続く専用線を有していた。当駅の専用線を通じて、陣屋町駅発送の木材チップが搬入されていた。ほか、コンテナによる紙製品の発送が行われていた。かつては紙製品を有害者に積み込み、東京都の飯田町駅まで輸送する紙列車もあった。また2007年までは、本和西駅発送の石油も工場に搬入されていた。 1>, 1日平均乗車人員及び乗降人員の推移は以下の通りであった。知床信号所に関するカテゴリー、知床駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。